サッカーアルゼンチン代表の歴代最強イレブンってこれでええか？アリスタ、ロドリゴ、オタメンディなどは惜しかったよな。アグエロ、イグアイン、メッシ、ディマリア、カンディアッソ、エンソ、マルティネス、マスチェ、ロメロ、サネッティ、マスチェラーノ。ウェロンは入らんのけ？アジャラオランヤン、バティストゥータは？カニージャワントップや。アグエロって安心した。イグアインをだと見た。11人全員マラドーナでええやろ。イグアイン入れるならまだテベスのがいいわ。DF だったら、サムエルだと思ってたけど誰も選んでないけど、微妙だったの？サムエルでいいと思う。バテイは2トップなら使いたいけどメッシと合わなそう。いや、バティストゥータおらんやん。難しく考えずにメッシ、バテイ、マラドーナの3トップで良いじゃん。全くワールドカップで活躍しないアグエロ、イグアインが入るわけないわな。アイマールは？マラドーナ入れないとかクッソにわか、あと CB にルジェリー入れとけ。マラドーナ、ケンペス、ブルチャガ、バルダーノ、パサレラ、バテイ、入れなければならない選手が多すぎだ。ここ10、20年程度の選手ばかりやな。結局いい選手並べるとかより全てをメッシに捧げるチームが一番強いって分かっちゃったからな。バランス考えるとこうかな。ディマリア、イグアイン、メッシ、アリスタ、カンディアッソ、エンソ、マルティネス、マスチェ、ロメロ、サネッティ、マルティネス。